誰かのいたずらだろう。前からあった気がするぜ。本当？なんかの毒とかじゃない？なんでもいいよ。枯れちゃうんじゃないの、おじいの木。うわー、ジャングルの王者。王者ってよりゴリラ。たけしさん、そんなに乱暴にしちゃ。大丈夫だって、おじいの木はこれくらいで折れたりなんか。お尻が割れる。やっぱりあれは毒だ。毒のせいで尻が。何言ってんの。文句あんのか。いや、あるわけないでしょ。でも、罰は当たるかも。なんだと。うるさい奴らだな。子供は帰れ帰れ。え、なんでだよ。そうだそうだ、この木を切るんだよ。邪魔だ邪魔。そんな、どうして。おじいの木を切るなんてひどいわ。知らねえよ。こちとら、お仕事なんだ。しょうがに、行こうぜ。しずかちゃん、僕たちじゃどうにもなんないよ。な、何を。
たたりじゃ気を切ってはならん。何言ってんだい、たたりなんかあるかよ。来た、よし。幽霊の干物。驚かしてこい。なんだ？おい、こりゃ恨めしい。なんているわけないだろう。誰かのいたずらに決まってる。うわどうしよう。あのクマみたいなおじさん、幽霊になんか驚きそうにないよ。うわこうなったらガガヒマレテープ。どうなってるの？空間ひんまげテープは同じところをぐるぐる回らせるんだ。でも諦めてないよ。なんでだよ、すぐそこに見えてるのに。こうなったらとことんやるぞ。もう一丁、諦めるな、頑張れ。突撃どうなってるんだ。やっと諦めた、よかった。いや、あの人たちこれくらいじゃ諦めないよ。多分明日も来るよ。毎日やるわけにはいかないし。ただいま。そうか、おじいの木が。名残惜しいな。でもあれは静香のせいじゃないよ。でも何か方法が。どうしたらいいの？みんなに呼びかけてみたらどうかな。みんなに？木なんかどうでもいいのかな。こら！おじいの木が切られるというのは本当か？ごめんなさい。本当です。見せろ。わしが子供の頃遊んだあの木が切られてしまうのか。やっと関心持ってくれたのが雷さんじゃんね。そうかしら。力になってくれそうだわ。よし、それならもっと頑張ってもらおう。パーソナル応援団長。これは頑張ってもらいたい人をとことん応援してくれるんだ。この木はもう枯れかけてるんだ。大
誰かが怪我でもする前に切らなきゃならないって枯れかけてる。そういえば今年は全然花をつけなかったね。しょうがないか。ダメよ、しずかちゃん。そんなのダメ。でも枯れかけてる木はやっぱり危ないんじゃん。花が咲かなくなったっておじいの木なのよ。しずかちゃん。ごめんなさい。しずかちゃん、私のせいだから。え？花が咲かなくなったの、私のせいなの。え？小学校低学年の頃、パパと二人で花火をしてた時。しずかちゃんのせいじゃないよ。うん、それくらいのことで木は枯れたりしないよ。うん、私のせい。私が傷つけなかったら鼻をつけてたんだわ。どうすんのさ、ドラえもん。大丈夫、僕とドラえもんがついてるじゃない。確かそう、場所が良ければ桜は何百年だって生きられるはずだよ。植え替えてあげればいいんだよ。そうすれば花が咲くので。植え替える、これを。うお、確かに。よし、自分で歩いてもらおう。植物歩かせ駅。これを草や木にかけると足が生えて動き出すんだ。おじいの木も動かせるかも。今夜結婚しよう。やるよ。うん。動かないじゃないか。トラちゃん。あれ？駅が足りなかったかな。おんじゃー、おじいの木。ダメじゃん。そんなはずは。あれ、開いてる。植物歩かせ駅が効いてるんだ。よかった。ごちょ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 。ちゃんと生きていけるような場所って言ったら高山あたりかな。え、あんな遠く。おじいの木さん、聞いてください。ちょっと遠いけど高山まで歩いてくださいませんか。疲れてんだ俺。高山はどっち？とりあえず橋を渡らなきゃ。川へ向かおう。
長が、おっと、屋敷。酔ってません。酔ってませんって、ちょっと飲みすぎてしまいまして。なんだ、地震か？あんなところに木が生えてたかな？パパだ！隠れて隠れて！こっちだよ！まあ、いっか。酔っ払ってるな。この木なんだか。おじいの木そっくりだな。懐かしいな。よくおじいの木の上で昼寝したっけな。ねえ。ねえ。パパが酔っ払っててよかった。まだ大人は起きてる時間だもんね。急がないと。そっちじゃないわ。お？おじいの木さん。おじいの木が切られてしまうのか。ん？これをまさか。ん？なんだってこんなところをうろうろするの？もしかして昔遊んだ子供たちにお別れを言ってるんじゃないかしら。そんな暇ないよ。どっちにしろ気が済むまでやらせるしか仕方がない。待って、早く叩いてくれ。おじいの木さん。もうそろそろいいんじゃない？ちょうど橋まで来たし。そろそろ高い山へ向かおう。あの高い山は向こうです。スキップ、あれで枯れかけてるの？僕に聞かれても。どうして元に戻っちゃった？こうなったらおじいの木の心そのものと話し合うしかない。心闇だすき。いや、のび太くんスイッチを入れて。 OK。様の時代は終わったのかい？おじいの木さんですか？そんな大きい声出さなくてもギャグじゃよ、ギャグ。あの、お願いします。私たちと一緒に高い山へ行ってください。このままじゃ明日には切られちゃうよ。高い山か。あそこなら日もたくさん浴びられるし空気も美味しいだろうね。そうそう、だからちょっと遠いけど歩いてくれませんか？おいしいだろうねとは言ったけど行くとは言ってないよ。僕はね、ここから動きたくないんだよ。でも切られちゃうなんて。僕が枝を広げている姿はすごいだろう。でもそのおかげで下の地面には光が届かない。僕の子供たちは芽を出しても育つことがないんだよ。置いたる木は倒れる。そうすると太陽の光が地面に届いて何年も眠ってた種が芽を出すことができる。そうやって森は続いていくんだよ。待って、ここにいたら切られちゃうんです。歩いてください、お願いです。歩いて、高い山ならまた花を咲かせられます。
ください。お願いです。静か、お願いです。もうやめようよ。静かちゃんはよくやったよ。でも私のせいで。そうだ、お嬢ちゃん、いつも美味しいジュースをくれたお礼を忘れてたよ。そんなバカな。僕の宝物、ここで出会ったたくさんの子供たち、みんなとっても楽しそうで、その笑顔の素敵なこと、みんなに会えてよかった。お嬢ちゃん、君に会えて本当によかった。君の笑顔も僕の宝物なんだよ。そうそう、笑って。なくなっちゃったね。あ、見て、うわ、もう芽が出てる。静香ちゃん、お誕生日おめでとう。みんなありがとう。今日私の誕生日なの。そしてあなたの誕生日。お米に書きます。お米に丸書いてちゃん、丸書いてちゃん、お豆に根が出て植木鉢、植木鉢、6月6日に UFO があっち行ってこっち行って赤字でお池が2つできました。かけたよ。